やっぱり嬉しいです。今日はポケガブの取材でここにやってきました。そして一緒に参加するのがはい、ムクイさんです。じゃあこれから僕とムクイさんで行きましょう。はい、ここですね。はいはいはい、おー、あ、邪魔します。なんか洒落てない？洒落て、洒落ますね。洒落てんね。行きましょうか。はい、どうも皆さん、こんにちは。おー、やっぱりー雰囲気がさ、すごいですね、これ。これどういう集まりですか、これ。ポケカブって言って、はい、ポケカが好きな人たちがネットで知り合って集まって、集まっていいですね。何これ、洒落た空間で、すごいすごい。はい、お願いします。いいですか、そういうの。あ、そういうの。ポケモンカードが好きな人たちで、はい、ツイッターでつながって、はい、何回か対戦するうちに、まあ、仲良くなって、まあ、いつものメンバーみたいな感じになってご飯行ったり、まあ、こうやってポケモンカードをしたりというふうに楽しんでいるというメンバーです。なるほど。いつもこの会場でやってるんですよね。で、週に1回ぐらい集まってカードショップスペースとかでやったりもしています。なるほど。まあまあ、仕事帰りに集まって平日やったりとか、はい、土日はこういうところに来たりとかで、はい、あ、ちなみにポケカブに応募した理由とか何かあったんですか、今回。とポニータ石井さんに会いたい。お、何ですか。やったー。でも岩国さんも来てくださるし、そっちでもテンションが上がりました。いや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 、本当にどちらかというと岩国の方が。あなたにとってポケカとは。難しいな。まあ、なんかいろんな人とつながるコミュニケーションツールですよね。かっこいい。お名前なんですか。お名前。中村です。中村さんにとってこのポケガブのみんなとはどういった存在でしょうか。そうですね、一つの遊びを通して、はい、まあ、仲良くなりつつ一緒にこう高め合っていく仲間かなと思っています。かっこいいですね。